頭部の動きと目の動き。エハラ愛。連載、図解わかるとつながる体の仕組み。24回。今回は、水平性前提動眼反射の気候を書きました。私たちは、歩きながら、走りながら、他の運動をしながら、 対象物への視点をある程度固定させておくことが可能です。その際に、視覚像がぶれないように、頭部の動きに対して眼球が反対方向に動くように、この前提動眼反射という仕組みが体には備わっています。水平性の前提動眼反射の道徳性は、魚や鶏、マウス、ラット、ウサギ、 猫、猿などでも測定されていて、動物の種による特徴などはあるようですが、目を持つ多くの動物に備わった気候ということができると思います。この反射について、頭部の動きを1とした時に、眼球が反対方向にどの程度動くかという指標をゲインと呼び、人では0.8から0.9、猿では1前後、猫では 0.6から0.8程度、他の動物種では0.3から0.6程度なのだそうです。興味深いのは、これらの数値が決して固定されたものではなく、反射の結果としてエラーが大きくなると、カッ頭部に対して眼球が反射で動いたにもかかわらず、外界がブレるような結果が返ってくると、カッ閉じる。 ゲインは大きくなるように適用し、反対にエラーが小さい状況に置かれると、ゲインが小さくなるように適用することです。この適用には、24時間程度で回復する短期的なものと、より長期にわたるものがあり、いずれも、小脳の変容という部位の働きによって、前提動眼反射の反応が調整されることで起きるそうなのですが、反射といえども、 上位の中枢による調節を受けることで、様々な状況に対応できる様子を考えると、運動学習の中には、こうした感覚器の調節機構の変化も深く関わっているのだということを感じました。運動するとき、感覚器から中枢へのインプット、中枢から運動器へのアウトプット、アウトプットによって変化した感覚の再インプット、 という感覚と運動のループを考えますがそのような刻一刻と変化する情報に対応していくという運動のイメージに加えてさらに長期間の適応による感覚運動の変化という時間の効果という視点を持つことも大切なのかもしれません月刊スポーツメディスン242号より